前回はついに土木の変が起きたんだったな。なんとも悲惨というか、誰にとっても無益というか、さながらインパール作戦のようじゃったわい。無能極まる指揮官のひどい戦いだったわ。それで、正統帝がオイラとの捕虜になっちゃったよ。どうすんの？今、民は皇帝いない状態だよね。そうね。正統帝が土木捕で捕虜になったというニュースを聞いたとき、都には衝撃が走り、誰もどうしたらいいかわからなかった。独裁者王信を含め、土木の変で失われた文武百官が多すぎた。残留組には右権、王直などがいた。おお、右権がいるのか。エセンは身の代金を要求してきた。正統帝をうまく利用して、早くお金に換えたかったみたいね。なんかそういう場合、意外と公開処刑とかにはならないよね。個人的には特に深い恨みもなかったからな。こういう場合、遊牧民の方が実利的なものだ。争いの元が長江の水増しとかの金絡みなんだから。彼らの望みはまずもってさらに財宝を得ることだったのだろう。一応モンゴルの中ではそういう意見もあったのよ。ナゴンという人は、民はかつて元の皇帝を追い出した者の子孫だからという理由で、その報復として処刑すべきだと主張した。しかし、エセンの弟バヤンティムールが猛反対して、ナゴンを2発ぶん殴っていった。民の皇帝は雲上の存在だ。数万の軍馬は刀で切り、矢でいて踏みつけて圧殺することもできたが、福徳高い皇帝はいかにしても焼殺できなかった。それに英宗からは今日まで多くの召使を受けてきたではないか。そして、民に迎えに来させてもう一度玉座に着かせた方が良い、と主張したのよ。なかなか切れる男だな、エセンの弟。そうですよね。バヤンティムールって叙明秘伝でも結構いい役なんですよ。正統帝と仲良くなっちゃうのは、史実でもあったことだったみたいだし。こうしてオイラト側では、早々に皇帝を民へ返すことに決定した。身の代金は金200両、銀400両という額に決定し、正統帝から民へ使者を派遣して身の代金を調達するよう要請した。これはそんなに無茶な額ではないみたいね。エセンの弟の言う通り、大混乱の中でも無事だったし、どうも正統帝は悪運が強いのう。オイラト人も民の皇帝の強運に、何か神がかったものを感じたのかなぁ。実際その後、エセンの馬が雷に撃たれて死んだり、正統帝のテントが不思議な光に包まれたりという事件もあったので、オイラト人たちは以後、正統帝にうやうやしく接した。そうか。皇帝もここでシャーマンのふりをすればよかったんじゃないかな。金を返さないとたたりがあるぞー、とかって。いやいや、皇帝はすなわち天使であって、もともとそういう存在だからな。エセンやバヤンティムールは、衣食住の様々な品物を正統帝に提供した。返礼のために正統帝は、大官の記名と通じの額券を都へ使わせて、仕送りしてくれるよう頼んだ。仕送りて、学生会。中国ではオイラと留学生って言われてるんですよ。正統帝は。なんじゃそや。確かに年齢もそれっぽいが。大草原の真ん中で、遊牧騎馬民の暮らしを体験しよう。馬乳酒飲み放題、オプションで草原ど真ん中の監獄入りも可能。とかか？とはいえ終わりの見えないまま異郷で暮らすのはきついのう。ゲゲ、キネイ。生きてたんだ？そうね。宦官の記念は数少ない生き残りだった。モンゴル語も通じるので、正統帝の心強い味方になる。はずだった。ところが、この記念は早々に正統帝を裏切ってオイラト側につくのよ。この時はまだ正統帝の命令を聞いているけど、そのうち呼び出しにも応じなくなった。オイラト留学中、正統帝をいじめていたらしい。そんなに驚くことか？都にいた頃からこいつはそんな感じだったじゃないか。いや、でも、皇帝から寵愛されてたのに。すごい悪い奴じゃないですか、こいつ。この裏切り者。敵であるはずのバヤンティムールなんて、むしろ仲良くしてくれてるのに。いや、記念からすれば当然かもしれんぞ。もともと外国人で民の捕虜になって宦官にされたわけだから。
捕虜になった皇帝に忠義を尽くして仕える義理はあるまい。そうですね。ドラマではキネイって卑怯な裏切り者に描かれてます。でも、もともとモンゴル人だった可能性もあるし、勇壮な戦死を遂げたモンゴル系の公爵のように、大大明王朝から俸禄をもらっていたわけでもありません。宦官で裏切った者は他にもいるわね。そうか。宦官という中華の奴隷身分から解放されたという考え方もあるのか。前官の時、中高節という宦官が和蛮公子と共に郷土に行き、そのまま前羽の懐刀になったという有名な例があってな。遊牧民の側からしても貴重な拾い物になり得たのかもしれん。エセンは1週間も経たない、かなり早いうちから政党帝を解放しようとしていた。朝廷からの申し入れを待つために、エセンは政党帝を要して、戦府、大道周辺に姿を現した。戦府では取り付く島もなかったが、大道では丁寧に対応し、大道総兵官の雄安は政党帝に謁見した。我がどうして南朝を征伐する力を持っていようか。ただ天は我をして皇帝とひとたび会わせたに過ぎない。とエセンは言った。政党帝を送り返して玉座に座らせようとしていること。なるべく早く金品を持参してほしいということを伝えた。エセンに民を侵略する意図はなかったのよ。へえ、本当かな。わからんな。草原以外の領土というものが遊牧民にとってどれほどの意味を持つかは、全くケースバイケースなんだ。単に略奪して資源が得られればいいという場合、傀儡政権を中国側に立てさせたり盟約を結んで定期的な収入源を得ようとする場合、そして、直接的な支配に乗り出す場合、中国王朝側の軍事力や、遊牧民側の組織力、統治能力など、相対的に作用する要素もある。こいつら土木庫では和平を結んだ後に襲ってきたし、エセン側の判断も誘導的だったんじゃないかな。そうなんですよ。それで民側も警戒してるんです。だよねー。さてここで政党帝の降級を見ていきましょうか。マジ？ここでか。まずは交渉栄皇后戦士。あ、戦皇后か。ジョイ名秘伝に出てくるけど、この人いい人だよねー。すごくできた嫁さんだよな。いい人すぎていつ闇落ちするかとハラハラして見とるわ。大抵、ドラマジョイ名秘伝見たんですか？前回お前らが強烈プッシュしてたからぼちぼち見てるぞ。皇帝も弟も、精神的ショックを受けると決まって大量吐血するから、なんだか見ていて同情するわい。それってマジに同病愛哀れむ、ですね。戦士の祖父は炎王だった頃の子弟、永楽帝の部下で、武将の家系だった。父の戦記もこれを受け継ぎ、永楽帝や戦徳帝の数々の北方遠征にも同行し、その戦功により都市記戦士の地位に上り詰めた。政統7年、戦士は朝大皇太后に選ばれて、政統帝の皇后になった。戦士は当時16歳で、政統帝より1歳年上だった。政統帝は年若い皇帝なので、戦士は結婚式でいきなり皇后になった。これは明王朝では初めてのことで、そのため結婚式は朝大皇太后が主催して、盛大に行われた。これを最後の仕事にして、その5ヶ月後に朝大皇太后は亡くなってしまうんだけどね。そうなんだ。祖母が選んだ相手との結婚だったが、二人は仲睦まじかった。おお、今回は結婚してから恋が始まっちゃうんだ。そうね。そして、千家は中堅の武将の家系だったが、忠臣というわけではなく、爵位はなかった。政統帝は父千徳帝の礼に倣って、千家に爵位を与えるつもりだったが、千皇后は固辞し続けた。そんな妻を政統帝はさらに敬愛するようになった。先皇后は皇帝が側室を取ることにも理解があった。なので、正統帝が他の女性と親しくなることを決して妨げなかった。ドラマの先皇后もそんな感じだのう。その結果、正統帝はよそに目かけをたくさん囲った。おいおい、ダメでしょ。いくら皇后が官僚だからって。側室には二人、三人と次々子が生まれていった。北京の将兵の出身の周氏は、政統帝が18歳の時に重慶公主を産み、2年後には長子の子建春を産んだ。周氏は庶民の出身らしいんだけど、その出自に関してあまり詳しい記述がないのよね。一体、どこでどうやって皇帝と出会ったんだろう？
これまたラブ刺激の素材になりそうだな。衛兵の娘で気象になった蛮子は立て続けに3人の王子を産んだ。王子は金衛100個、王賓の娘だった。家前公主を産んでいる。けれども、先公侯だけが寵愛を十分に受けながらも子供ができなかったのよ。ええー、それは辛いわね。他の妃が部屋に邪行を潜ませてるんじゃないの？部屋の中徹底的に探した方がいいよ。もはや盗撮カメラみたいな扱いだな、邪行。正統帝の妾たちは身分が低く、子供を産んでも正統年間のうちは作法もされず、妾のままに置いておかれた。長子を産んだ秀子も例外ではなかった。正統帝は皇后を愛していて、彼女との間に嫡子が生まれることを強く望んでいた。側室との子が皇位を継いだ場合、先皇后が失脚させられてしまうことを恐れていた。つまりそれは、先皇后が第二の子前哨になることを恐れたと？そうね。まず正統帝自身が当時妾だった孫皇太后の長男で、生まれてから100日も経たないうちに皇太子になっているのよ。長男の子建春はすでに2歳になっていたが、正統帝はまだ皇太子にはせず、先皇后の解任を待っていた。いやいやいや。そんなに先皇后のこと愛してるんだったら外に子供作んなよって話じゃない。皇帝なんだぞ。そうもいかん。多くの王子を持つことは明君の必須条件だからな。それはそれで皇太子選定の時には困ることになるじゃないですか。寵愛はあっても子供には恵まれないって、馬皇后と同じケースよね。でも、馬皇后の時と違って、先皇后の儒教的な気高さ、寛容さが、後々ドロドロな後宮の権力争いの種になってしまうのよ。マジか。やっぱ、男を好き放題させてちゃダメってことよね。楽しみにしてる。争いを楽しみにすんな。そんな状態の時に、土木の変が起こり、正統帝はオイラとの捕虜になってしまったのよ。孫太后と先皇后は、正統帝の解放のための身代金として送る宝物をかき集めた。先皇后は資材を投げ打って夫の解放を願った。この時、宮廷の最高権力者は孫皇太后だった。おお。ついに出てきた孫皇太后。孫皇太后は会議を開き、北京にいた西欧、主記翼を監獄に任命して、一時的に管理の意見を統括することを命じて対策を議論させた。西欧主記翼は、正統帝の一つ下、腹違いの弟だった。うん？主記翼って、御前哨の息子？あれ？でもこないだの先徳帝の高級解説で、御前哨は息子を産まなかったから離婚されたって言ってたよね。あれ？ドラマ大明皇妃では色欲は御前哨の息子になってるけど、そこは創作だわね。色欲の本当の母は御賢妃と言った。彼女は先徳帝の妃の一人だった。今さら先徳帝の第三の妃が登場か。御子は液帝に入れられた救助だったという。16歳で、当時皇太孫だった先徳帝に仕えることになった。うん？液帝って。宣徳3年に色欲を産んで、献妃に作法された。けれども、彼女は皇宮にはいなかった。親子2人は宮殿外の別宅に住んで、色欲は長い間認知もされなかったのよ。ええー、ひょっとして、孫皇后が嫉妬して追い出した？あるいは、孫皇后にバレないように宣徳帝がよそに目かけを囲って。いえ、そんな権力は孫皇后にはなかった。ただでさえ子供の少ない先徳帝に二人目の王子がいたのよ。普通だったら高級で側室に収まって、王子は大事に育てられているはずね。そうだな。超太后なんかが孫の誕生にフィーバーしててもおかしくないの。液帝にいたということからわかるように、御子は罪を犯した大臣の子女だったと思われる。しかも在力では、彼女は漢王子皇区の求人だった、とされている。四皇区の乱で捕らえられた漢王の救助たちは全て奴隷として皇宮へ入れられているからね。先徳帝は御子を赦免し、特別に宦官の陳腐の家に囲った、とされている。明代の宮廷の規範では、こんな身分の女性が側室になるのは皇室の威厳を傷つけることだった。だから長い間、宮殿の外に隠れて住んでいたのよ。そんなの東大後半だったら普通に皇宮へ長子として入ってた気がするけど。
あ、でもドラマでも見たけど、明代では王妃とか側室とかかなりうるさく執事が調査されるんだっけか。まあ東大でも調査はした上で、あえて仮想出身の女性を選んでたのだろうが、やはり明代は万事うるさい印象だのう。先徳帝は10秒で倒れると、御賢妃と息子を宮中に呼び寄せて、正式に認知した。そして、趙太公に彼らの世話を頼んだ。趙太公は約束を守って、色欲を西欧に報じて彼らが住むための王宮も建てた。なんだかんだで趙太公もいい人だよねー。以降、色欲は正統帝の唯一の弟ということになったのよ。そうだったのか。ご知ってジョイ名詩伝では、ヒロインを何かと嫁入りしてくる姑さんだよな。小食にも出てきますよ。意地悪で愚かな妃って感じだったよね。そうね。大明皇妃の子前哨はこの御賢妃を合わせたキャラになっていますが、やっぱりやることなすこと浅はかで愚かです。なんでだろう。そや、孫皇后がヒロインだったら明らかにライバルになるからのう。それとおそらく、彼女の浮き沈み激しい人生が影響してるんだと思うわ。孫太后は民心を安定させるため、色欲を監獄としたまま、正統帝の長男、紫建春を皇太子に据える勅令を発した。これ、こういうもしもの時のためにも、皇帝には後継ぎが必要なんだ。そりゃそうですけど。正統帝の長子、紫建春はまだ3歳と幼く、監獄に着くのは到底無理だった。孫皇太后としては、身代金を払って正統帝が帰ってくるまでのつなぎとして、色欲を監獄に据えたに過ぎなかった。しかし監獄色欲が主催する競技で、血の惨劇が起こってしまう。王親の派閥の吊るし上げが始まったのよ。まず屠殺院宇都吉、陳逸が王親の一族を続滅する請願を出した。王親は国を傾けたのですから。人心を休んずるために続滅を望みます。その消息が出るまで軍心は退かないでしょう。陳逸は感情的になってしまい、悲しみと怒りを抑えきれず涙を流して泣きながら訴えた。その混乱した様子に当時22歳だった色欲も動揺し判断を下せなかった。そのため会議の延期を命じざるを得なかったが、なおも帝臣と役人たちは一緒になってひざまずいて泣きながら言った。陛下がオイラとの捕虜となったのは王臣一人の手になるものです。殿下の英断なくして、どうして人心が慰められましょうか。やむを得ず色欲は王臣の一族の財産没収を命じなければならなくなり、その役目を近衛の馬順に任せた。しかし馬順もかつて王臣の党派だったと糾弾され、軍心は豊吉の官僚に役目を代わらせるよう求めた。大官の近衛は全ての管理の大抵を命じたが、彼らに襲われ、逃げ出していった。この近衛もかつて力を持っていた宦官なんだけど、王臣との権力闘争で負けた人物ね。この時馬順も官僚たちを退散させようとしたが、逆に大臣から殴る蹴るの連打を浴びた末、瞬殺された。恐怖の的の近衛も怒り狂った文官集団にはかなわないんだ。さらに近衛によって、王臣派の二人の宦官も毛気と王朝髄がボートの中に蹴り込まれ、殴り殺された。宦官たちが次々に、でもこれも、因果応報だよね。こらこら、いくらなんでもこのやり方は問題だろう。例えて言えば国会議事堂の乱闘で3人死んだようなもんだぞ。クーデターでもないのに大事だ。そうですね。皇帝に刑に処されたり牢に入れられたならともかく、朝堂で官僚が暴徒化するなんて珍しい事件です。軍神たちも、馬順を殴り殺した側とはいえ恐怖を覚え始めたとき、兵部尚書剣が彼らを押し分けて色欲の元に行き、進言した。馬順たちは死んで当然でした。軍神は社食を思っただけで、他はなかったのです。ボートは落ち着き始めたが、右剣の衣の袖は裂けていたそうよ。社食は社と食、国家祭祀の根本で天下とほぼ同義だ。つまりこれまたラブ刺激にもよくある天下のためです。仕方ないんです。ってやつだな。都合いい理屈だなぁ。右剣の進言を入れた色欲は暴走した官僚たちの罪を問わないという勅令を出し、馬順ら三人の死については完全に自業自得であるとした。人々は謝して退庁した。右剣が退出しようとすると、李部尚書右勅が彼の手を握って叫んだ。国家はまさに功を頼りとしている。今日、
100人の王直がいたとて何ができたでしょうか。王直はこの事件ですっかり右肩に惚れ込んでしまった。あいね、まさに豪直な官僚同士、男同士の間は。おーおー、かっけー。でも、そうだよね。王臣たちの自業自得じゃん。惚れるとか男同士とか、お前らが言うと別の意味に聞こえるわ。後日、三人の遺体は東安門に吊るされ、兵士たちが争って殴った。さらに、郭慶も逮捕された。あ、矢を密造してオイラ都に流してた、王臣の子分の宦官だ。その横流し以外にも、郭慶にはもう一つ罪があったのよ。それは郭慶が大道の戦いから命からがら逃げ延びてきた時の話だった。オイラ都軍が押し寄せてきた時、石膏と青年高僧営、武神白紙弁と共に郭慶は官軍として戦った。具体的な事情はわからないけど、郭慶の妨害により軍団は統制を欠き、全軍敗北してしまったという。僧営と紙弁は戦死し、石膏だけが短期で帰還している。宦官が官軍を務めるのは民代だけではないんだが、王臣の例からしても、この時期には本来の意味でまともに機能してなかったんだろうな。っていうかどの時代でも悪い方に働いた場合の方が多い気がするんですけど。まあ前回話したようにこの時の経験のおかげで、郭慶は神聖の危険性を訴え、遅まきながら王臣を止めようとしたんだけど、結局領地刑にされているわね。王臣の甥で禁営式士だった王山をはじめ、王臣の一族全員は中殺され、全財産を没収された。それはそれは巨大な資産を溜め込んでいたらしいわ。王臣派、これまでのやりたい放題でとことん憎まれてたんだろうね。皇帝に寵愛されて暴徒から迫られて俗滅って、王臣の立場ってちょっと陽気みたいよね。うん。あれは美女だから死にもなるのであって、おっさん宦官の警告なんかロマンもエロスもないわ。でも、この事件によって、色欲は後戻りができなくなってしまったわ。え、どういうこと？そうだな。キューバでやむを得なかったとはいえ、皇帝の長身とその一族を中殺してしまったわけだからな。兄が帰ってきたら恨まれるかもしれないし、うち漏らした王臣派の残党から逆襲される可能性もある。あ、そういうことなのか。でも、今まで強大な大宦官王臣の権力に抑圧されていた帝臣たちにとっては胸のすく事件だったようで、色欲と右肩は人心を掌握してしまった。監獄という立場では心もとないということで、一週間経たないうちに文武百官は孫皇太后に色欲の即位を請願した。でも、孫皇太后の本心としては一時しのぎで色欲を監獄にしたに過ぎない。本当は、皇帝にはしたくないのよね。え？そうなの？ジョイ名秘伝では土木の変が起こる前から孫皇太后はママ子の正統帝と仲が悪くて、何かと色欲を皇帝にしようと画策しまくってたけど、正統帝がいるからこそ孫皇太后と孫氏一門の繁栄があるのよ。実子でもママ子でもそれは変わらない。さらに、色欲を皇帝に据えると、その生みの母、五太子という存在がクローズアップされてしまうのよ。だからいくら親子仲が悪くても、色欲を進んで帝位につけることはありえないわね。そう言われてみればそうか。ドラマでも五太子に対しては、孫皇太后はあれこれと成虫を加えてたな。実にラブ刺激らしい女の戦いだったわい。孫皇太后が、監獄、皇帝にしようと画策していた人物は他にいた。それは女王式前だった。女王、式前は王の中では年長者で賢明であると評判だった。あまり若くもなく、母親の長太皇太后はすでにいない。孫皇太后にとっては都合がいいのよ。確か正統帝が幼年の時にも皇帝候補に上がってたよな。またゾロ八が回りそうになったわけだ。ところが女王式前自身は、領地で優雅なスローライフを送っていて、そんな血みどろの宮廷闘争には巻き込まれたくなかった。同じ皇帝の叔父という立場でも、主帝や四皇区とはえらく違うわね。叔父対老いの第三次大戦はないんだ？そういう事例を見てきたからこそ、帝位争いが嫌になったんじゃないのか？そうね、式前は賢明で慎重な人物だった。孫皇太后は人に命じて女王の金符を取ってこさせ、都へ召し出そうとした。しかし、式前は領地から動こうとはせず、孫皇太后に手紙を書き送った。皇楽は、皇帝の長男、紫建春を皇太子に、西欧式欲を監獄とされますよう。
合わせて誘致の死を募り、皇帝をお救いください。この手紙が届いたのはもう色欲が即位してしまった後だったけど、とにかく、色前という駒が手元にないんだから、しょうがないわよね。そうだな。皇太后にとって土木の変は全く突発的な事態だったわけだ。当てが外れた孫皇太后は、大臣たちの上奏を受け入れざるを得なかった。即位の前日、第一次使節団がオイラトに向けて都を出発した。その中には、聖東帝がオイラトから北京に向けて、身の代金払ってねー、と派遣した陽気や学研の姿もあった。使節団は、聖東帝の西欧式欲に位を譲る、という書簡を携えていた。え？え？どういうこと？聖東帝はオイラトにいるのに、その聖東帝に向けて北京から出発する使節団が、聖東帝の書簡を持ってる？わけわかんないんだけど。色欲の即位を簒奪とせず、聖東帝の認可した正式な禅譲であるとするための、手の込んだ根回しだな。弟への攘夷を宣言した消極の文面を用意して、それに同意することだけを聖東帝本人に求めるため、わざわざ一旦その文章をオイラトの聖東帝自身のもとへ送ったわけだ。施設のオイラト到着は色欲が即位した後になるから、聖東帝は自後承諾するしかなかったろうし、それを持ってきた一行にいたのが自分がオイラトから派遣した陽気や学研だというのは、なんとも皮肉だが。えぐい。もちろん文書だけ持っていったんじゃないのよ。金200両、金400両、その他の宝物をオイラト側への使用品として持参していた。あれ？身の代金持っていくんだ？じゃあ、聖東帝返してもらうんじゃないの？これはあくまで使用品であって、身の代金ではないのよ。オイラトが身の代金の額を釣り上げようとして、皇帝を返さなかったんじゃないの？まあ、皇帝の身の代金について交渉したり受け渡ししたりするにも、そんな前例や制度なんて民側にあるわけもないから、民からオイラトへの使用品だという建前を取ったのかもな。あるいは本当に身の代金じゃなくて、あ、もうそいついらないから、そっちで面倒見てね。これはそのお礼、じゃよろしくー。ってことだったかもしれん。うわぁ。一ヶ月も経たないうちに聖東帝すっかり厄介者じゃん。まあ、悪の宦官をのさばらせて20万の軍を壊滅させたんだもんね。無理もないかー。管理や大臣たちもそりゃ怒るよね。携帯帝にチェンジしてほしいって思うか。こうして色欲が携帯帝として即位し、聖東帝の長子賢俊は皇太子に据え置かれ、聖東帝は太上皇と呼ばれることになった。これはつまり、携帯帝と右権のクーデター、帝位簒奪ということになるんじゃないか？そうですね。そして彼らとしては、もう正統帝に帰ってきてもらっては困るんですよ。あ、もう正統の時代じゃないので、移行式鎮のことは英宗と呼びますね。エセンとしては身の代金もらえればそれでよかったのに、なんだかめんどくさいことに。先皇后は、携帯帝が即位して夫が帰ってこなかったことにショックを受けていた。さらに兄の千金と弟の千翔も土木の変で死んだという知らせが入った。財産も失い、誰にも頼ることができず、携帯帝即位が現実のものとなった時、先皇后は昼夜泣き続けることになった。それ以来、真夜中の宮中では、泣きながら天を仰ぐ女の声が聞こえてくるようになった。先皇后は天が自分を憐れんで夫を生かしてくれるようにと祈った。彼女は毎日、毎晩、寝るのも惜しんで祈り続けた。過労、粗食、露天で染み入る冬の寒さが彼女の体を長い間災難だ結果、片足には障害が残り、片目は失明してしまった。しかし先皇后自身は自分の障害を顧みず、これが夫を取り戻すため神に払うべき代償だと信じて、治療を拒否した。これまたなんともラブ刺激らしい激しさだな。絶叙伝に入りそうだ。いやでもちょっとこれは、気の毒通り越してホラーな領域ですよ。もう、ぐずぐず泣いてないで戦場へ夫を追いかけていけばいいんじゃね？ラブ刺激のヒロインじゃある前に、普通皇后がそんなことできんわ。それではまた次回。